はい、じゃあスマホでね、画面の動画をキャプチャーする方法をこれから説明しますね。この右上をぐーっと下にずらすとこういうふうな画面に変わるでしょう。で、そうすると録画ボタンがこの下に出てくるんですよ。ここを押すと、押した？カウンターが回って、はい、これで動画録画開始になってます。で、上の方にメモリが出てますんで、ここをね、押すとね、あ、動画収集を停止しますかってこう出るでしょ？ここに。で、これで停止すると、これで、ビデオを保存しましたってここに出るわけなんですよ。で、以上で、動画が撮れましたんで、この写真のアプリの中に入ってますから、ちょっとね、わさわさして見にくかったと思いますけども、それで試してみてください。